いいぞ、しがらきとむら、想定以上じゃ。やっと見つけた。お前がオール・フォー・ワンの次なのか。彼は弱すぎる。困ってるようじゃな、シガラキよ。ドクター、そいつはギガント・マキア。かつてボディーガードとしてオール・フォー・ワンを支えた男じゃ。ギガント・マキアは忠誠心が強すぎるあまり絶望しておる。気に入ってもらえるように頑張ろうってか。マキア、オール・フォー・ワンの録音音声。容量を得ねえジジイだ。ジン君、ゲップ汚いのでやめてください。これは、さてと少し話そうか。シガラキ以外は初めましてかな。ギガント・マキア同様、オール・フォー・ワンの側近ウジコ・ダルマじゃ。お前のために力も整えておる。ただし力はまだ渡せない。お前たちは弱い。最低限の核は身につけてもらう。ギガントマキア、あれを屈服させてみろ。ああ、全く長いチュートリアルだったさ。そんじゃ早速戻してくれ。おー、そうよ。よう、好きしかねえ。弱い。あれから約1ヶ月半、ギガントマキアは依然死柄木の存在を認めていない。48時間と44分の間、あいつは一切休むことなく攻撃を続け、約3時間の睡眠を取り、そして再び攻撃を始める。死柄木がどこに隠れようとも必ず見つける。この間死柄木はろくに寝ていない。しがらき以外は交代で休憩を取りながら居住制服に勤しんでいる。ようやく寝た。いつ飯食ってんだ、あの化け物。必ずひざまずかせてやる、あのゴリラ。あれ、ヒーランからだ。てめえ、なんでミスターコンプレスの電話出ねえ。ああ、それは私たちのせいだ。彼は悪くない。誰だ、ギランは。何者だてめえ。異能解放軍最高指導者リ・デストロだ。ギランはどうした？目的は何だ？彼はここにいるよ。もちろん生きて。まず彼は解放しない。一応人質さ。我々解放戦士たちは来る日に向け準備を整えてきた。何代もかけて耐えて耐えて。革命サークル？その手のジョークは好きじゃない。潜伏解放戦士116516人。君たちは名を上げすぎた。我々の手で潰し、解放軍再臨の呪しとする。1時間以内に愛知はデーカシへ来るといい。来ればギランは解放しよう。そして選ぶといい。私たちと戦ってついえるか、ヒーローに捕まりついえるか。助けに行こう、今すぐに。もう殺されてるかも。言ってたこと全部嘘かも。俺に考えがある。ドクター、聞いてたんだよ、あのデカブツ。起きるまであと何時間ある？邪魔が入らなければ2時間と35分後に起きる。ドクター、ダビの居場所は？今は三重と滋賀の県境じゃな。転送頼むぜ、行くぞ。あれは無敵じゃない。 HP が多すぎなんだ。ギガントマキアをその11万人にぶつけて戦わせる。ずるいの。逆に全部ハッタリだったらどうするんじゃ。バカが死ぬだけだ。行くんだな。ぶっ壊してやる。